ルボーズ選定のルブランから芽が出ましたね。ちょこっとずつですけど、ほら、ここと、ここと、こちら側にも、ほら、出ましたね。迷いながら剪定したあちら側にちゃんと出てます。いいですね。さあ、これで一体秋バラまでに間に合うんでしょうか。うん、いいですね。はい、こちらのルシファーも芽がだいぶ出てきましたね。うんうん、いい感じです。剪定から結構早く新芽が出てくるんですね。いいですね。これも楽しみですね。はい、こちらはクロッシェ。ああ、いました。これがこのここの点点点点ってゴマ粒みたいなものがあったら要注意です。その上には必ずこういう芋虫がいるんですね。ちょっとずつこうやってバラのこのつぼみを食べて大きくなっていくんです。大事なこのクロッシェのつぼみを、今は外側だけですけど、いずれは花びらまで食べてしまうので捕殺です。これはきっとヨトウムシの幼虫ですね。これぐらいなら大丈夫ですかね。ちっちゃい芋虫ですから、これぐらいならそんな気持ち悪くないですね。ピンセットで補殺します。はい、いいですね。芽が出てますね。こちらもクロッシェも新芽が出てます。あ、これがいいよ。はぁ、幸せ。いいね。あそこ見てごらん。うん、上にピョーンと咲いたね。はい、それでは車でできたドライフラワーをこのくっつく缶ケースに入れていきましょう。よいしょ。この食品用乾燥剤を使ってやっていきます。ひとまずこれをこうして、で、そして食品用乾燥剤をまずよいしょよいしょ、そこにピロンと入れます。よいしょよいしょよいしょ、切っと切って一つ入れまして、そしてとっても鮮やか、綺麗ですね。よいしょよいしょよいしょかな。いいですね。じゃあこれをカットして、収まりますかね。いいですね。おっとね、はい、とこれもよし、どうでしょう。これでさあどうでしょう。この男子のこのセンスで対応できるでしょうか。この辺もい
どうだ、どうだ、よくわかんないかな。よいしょ。うん、いいじゃん、いいじゃんね。いいのかな。それ。うん。うん、なかなかそれらしくなってきたぞ。ほら。はい、いいね。いいじゃん、いいじゃん。うん、やん、どうでしょうか。なかなか綺麗にできましたね。うんうんうん、なんとなく適当に詰め込んだだけなのに、そこそこ綺麗に見えますね。ちょっと整えてやって、こっちに向きなさいって。あ、いいね。うん、とっても綺麗にできましたね。ありがとう、綺麗に残してくれてって声が聞こえてきそうですね。さあ、香りはどうでしょうか。香りもとっても甘いですよ。どうでしょうか。これで蓋してみましょうか。蓋をして、わ、なんかちょっとおしゃれじゃないですか、これ。ここにパチンとつける。いいですね。なかなかおしゃれにできましたね。ほら、いいかもですね。うん、完成です。この辺に冷蔵庫とかにつけといて、でたまにこう開けて、いい香りってやったら楽しいですよね。いいかも。完成です。チャッキッと、エリリリリジェジェン。どうでしょう、とっても綺麗ですね。さあ、青空はどうでしょうか。今日はあるでしょうか。今日は青空ですね。とっても綺麗です。最高。